何かあったのか？なんかすごくす…この異常が発生した日…まだ完全には統計できていません。ココミ、ゴロ、何かあったのか？近頃抵抗軍の一部兵士たちに奇妙な…彼らを問い詰めたら、そいつらはみんな負けん気が強く…道理で近頃の戦況が異様に…ゴロ、彼らの言う秘密兵…ほとんどの奴らは差し出すことを拒んでいましたが…これを知っているのですか？ということは…しかし…いいえ、考えている時間、近頃異常が起きた兵士。あ、待った、異常。早く見に行こう。てっぺい。ああ、君たち、ちょっと待ってね、今立つから。ん？ああ、まだ船に乗ってば、もっと強くならないと。強くなれば、いつからだろう、彼らからこれを。まるで神の目みたいだろ。じゃがん？神の目と何が違うの？そうだった。ここ数日、以前はあった。はあ、やっぱり僕は、一つ、僕たちのた、てっぺい。おい、どこ行くんだ？おい！鉄兵の容体は？すでに軍にあるすべてのほとんどの人にですが、三五宮様、今からこの件で、ただ兵士たち、この件はあなたに、まこのような一大事、何かお考えはありますか？いけません、鎖国令は未だ続いています。これほど莫大な人員、彼らを阻止するためにあなたにそのような危険を犯させるわけにはい、三五宮様、軍隊の準備でこれ以上時間を費やせば、はい、邪眼を接収す、これらの条件、私はあなたを止め、私たちは多くの戦友を失ってきました。え、その邪眼工場に行くのか？本気なのか？もう少し考えてみても、何か用ですか？さっさと終わらせるぞ。いざ！見切りました。それ、目には目を。はい、少し力を出し、これでも食らう。はい、砕け散れ。はい、いでよ。最高だ。それ、
逃げ道はありません。ヘイ、やっ、それ、やっ、これだ、アベキ中心。の雷、ここより弱滅の時、目には目を、剣票王を立つ、最高だ、切れた、そこ砕け散れ、それフラク、うわー、いるからに危なそうだぞ。しっかり観察しろよ、当たったらおしまい。岩山八九、侵入者発見。執行官様の邪魔はさせない。生きてここから出られると思うなよ。わめきなさい。天道、ここにある。岩山八九。裁きの雷。ふっ。ジャッジメント。よっ。はい。
判決を下す。逃げ道はありません。無我の恐怖。はい。それ。兵糧のようにうなれ。目には目を。これは燃料切れだ。まさか君面白い。久しぶりに再会したというのに、今すぐにでも命のやりなあ、そのことだったのか。一つ間違えていることがある。首謀者はもちろん他にいる。ほら、あらら、こんな些細なことで怒っちゃったの。些細なことだって。間違ったこと言ったかな。浮世では茶碗がなくても彼らは死んでいただろう。メガリレーがどんな価値を持っているのか君たちにわかるかい。これを実現するのに、そして今その結果を見てみると、ほんの少しの代価で。メガリレーはお前、稲妻の外側はとても強固に見えるけど、永遠は時間を、抵抗軍にいる君の友、水中の泡のように失えば失うほど手にしたいと思い、無能であればあるほど。それ、おい、落ち着け。なんこれ。そう、それだ。怒れ、憤怒しろ。この工場にある魔人のエウサにとって憤怒は最高の餌。どうしたの？